ボートレース都の創刊70周年記念スポーツ日本新聞社杯争奪第43回八景賞。今回は5日シリーズ、今日はその4日目、最終の12です。3つ目最後の準優勝戦を迎えます。コース取りは1、2、3、4、5、6枠内となるんでしょうか。今日は後半に入りまして、準優勝戦もなかなかイン逃げ決まりませんが、やはりここは注目、人気は1号艇の西島義則、シリーズリーダーです。その1番の西島、インコースに入りました。2コースには2号艇大阪の高橋敦美です。3コース3号艇滋賀深井俊久、1、2、3。4コース4号艇福岡大場元明。5コースに5号艇香川面取慎也。6コース6号艇広島谷克之です。インの1番の西島を中心に人気対抗は地元3番の深井です。今日はこの2人が前半戦で白星を挙げています。そして2番の高1点高橋敦美や4課で4番の大場の組み合わせも人気のようです。進入サイル3対3スタート、まもなく10秒前です。外の3艇から進入開始。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第12レース準優勝戦1秒前スタートしました。少し長い踏み感、まずインから1番の西島ダッシュ勢も伸びていきます。1周の1枠へ、インから1番西島、3コースが果敢にまくっていく3番の深井です。やや膨らんでしまった3番の深井です。ここは押し切ったインから1番の西島、2番手にはあっという間に5番の面取り、面取りがここで1番の西島を捉えた。1番5番がトップ接戦です。その後は内から6番2番4番3位3番と3番手争いも接戦模様。スタートは正常でした。さあ5番1番競り合って第2ターンマーク、内を待った5番の面取りが先頭立って、1番の西島やや離されて2番手、そして1番の西島のうちに4番の大場元明並んできました。その4番の大場の方が2番という成果、上位体系が5番4番1番、後続は3番2番最後6番の模様。2周立ち3マーク、5番の面取りが先頭で、そして4番の大場が1番の西島をここはさばいて単独の2番手、そして今度は1番の西島を追って3番の深井が3番手、並走状態から3番手藤岡、1番西島現在4番手まで後退です。上位体系は5番4番3番に変わって第2ターンマーク2周2マーク、5番4番3番の折り返し、3番の懐を刺して1番の西島、ここで3番手の上位体系また変わって5番4番1番です。3番深井が4番手、後続離されて6番谷、最後2番の高橋敦美です。5番の面取りが先頭を立って、そして2番手は4番のオーバー、3番の深井がまた1番の西島の内を捉えて再び3番手浮上。しかしここはまだ粘るか1番の西島です。3番1番が3番出さい、まだ一定審査。最終第2ターンマーク、5番4番そして3番手は3番か1番かというところ。あ、ここは人気薄5番の面取りが先頭立って、また後輩となれそう。5番4番1番か、まもなくゴールです。先頭5番の面取り、ゴールイン2番手4番の大場、3番手1番の西島、3番深い4番手、残るは2艇6番の谷、最後は2番の高橋敦美6番手でゴールいたしました。以上、激戦の第12レース準優勝戦でした。